れてよかったね。絶好の夏フェス日和。うん、それにミューズアコアのみんなと一緒にライブができるなんてとっても嬉しい。私も同じ気持ちだよ。ライブが今から待ち遠しいな。ねえ、ライブまでフェスを見て回らない？いいね。人もすごいし、迷子にならないように気をつけないとね。そうね。こんなところで迷子になったら大変だわ。みんなとはぐれないようにしなきゃ。ん？カリン、何か言いましたか？なんでもないわ。ほら、時間ももったいないし、早く行きましょ。あ、待ってください。皆さんに夏フェスの必需品を渡しておきます。はい、熱中症対策グッズです。皆さんの分も持ってきました。わー、ひんやりウェットティッシュだ。助かるよ。あと、こちらの塩分タブレットに冷却シートも渡しておきますね。それからタオルとミニ扇風機も。ちょっと待って。ちょっと多すぎじゃない？いいえ、夏フェスの暑さは侮れません。何かあってからでは遅いですから、万全の対策をしなければ。脱水症状も怖いので、皆さんきちんと水分補給してくださいね。確かにその通りよね。いっぱい準備してくれてありがとう、海ちゃん。準備もだけど、こんなにたくさん持ってくるの重かったんじゃない？うん、ありがとう、海ちゃん。大切に使わせてもらうね。はい、では早速行きましょう。どこから回りますか？実は見たいロックバンドのステージがあるんだ。なのでそこに行きたいであります。ロックバンドか、ちょっと興味あるな。ねえ、ロックバンドもいいけど、昨日歩が教えてくれた夏フェス限定ジュースも気になってるの。ほら、これ。はい、ステージも見たいけど、どうしてもこのパンフに載ってる限定ジュースのことが気になっちゃって。これはとても美味しそうですね。限定だから売り切れちゃうかもしれないし、ここは二手に分かれるのはどうかしら。そうしよっか。じゃあステージに行くグループとジュースを買いに行くグループに分かれよ。では集合場所を決めて後ほど合流しましょう。うん、それじゃあみんなで夏フェスを楽しもう。